今私はですね極楽浄土に来ています。おや、ああ違う違う違う、今私はですね袖ヶ浦駅の北口ハーフランナーおもてなしゾーンに来ています。ここがですね他と違うところがですけどね、なんとマッサージブースとそして今私たちが使ってる足湯があるんですね。はい、で今私マッサージをしていただいているのがポートクイーン千葉の皆さんです。どうも皆さんこんにちは。今日皆さんは何をしにこちらへ来られたんですか。はい、私たちは第65代目千葉校の親善大使として本日はみんなで PR に参りました。ああ素晴らしいですね、拍手素晴らしい、ありがとうございます。いやもういっぱいね PR して帰ってください。はい頑張ります、はい、本当にって言ってるとですよ、隣にウィークリー千葉県の四季並さんがいらっしゃってます。はいこんにちは、四季並です。お疲れ様でした。とりあえずハーフお疲れ様でした。ありがとうございます。すごい、タイムが2時間40 47分、28秒。はい、どうでした走ってみて。そうですね、あの今回ハーフマラソン初めてだったんですけども、はい、初めての感覚を味わいまして、はいはいはい、辛いけど楽しいっていう感覚を味わいました。そんな感じになっちゃうんですね。そうなんです、あの足腰はやっぱり辛いんですよ、うん、でもなんか気持ちは楽しいっていう、すごいな、本当にこれ面白いなと思いまして、すごい。じゃあ2年後じゃあまた開催されるなればフルですかね。おおフル走ります。でも本当にハーフあっという間だったんですよ、うん、もう21キロって本当に長いなって最初思ってたんですけど、もうあと3キロあと2キロって本当にあっという間に終わってしまって、これはフルいけるんじゃないかな。お聞きました皆さん。じゃあ2年後フルでもしあればお願いします。ということでね、頑張って走っていただいたということで、ちょっと完走のされたご褒美がちょっとこちらから、はい、ご褒美があるので、こちらがですね、はい、ホワイトガウラーメン、袖ヶ浦のご当地グルメ。あーラーメン、そうラーメン好きです。そうもうじゃんじゃん食べてください。一番好きな食べ物ラーメンなんです。はい、もう喋る前に食べてください。わかりました、いただきます。ではいっぱい食べてください。すごい、それでね、そう、はい、袖ヶ浦にはね一応ねご当地キャラというかね、ガウラくん、あガウラくん食べていいですか。あごめんなさい、食べてください。どうですか。しみる。走った後のラーメンは。ちょうど今スープからいただいた麺もいきますね。はい、あ、うわ美味しそう。天国に行きました。本当に。ガウラ君がずっと隣で僕もいじってって。食べたいガウラ君。ガウラ君食べる？食べたいよ、でもダメです。ガウラ君も足湯入る？ガウラ君入る？食べたいよね。入る？入れる？あ脱いだらね人間の足が出てくるんでやめましょう。あれあれあれ、あ言っちゃダメ。